こんばんは、レティ。私には自由がなかった。毎日毎日礼儀作法を勉強して、私は自分の人生は自分で決めたいの。さあ、脱出大作戦開始よ。もともと私は王妃なんて向いてない。走るのは好きだし、木登りするし、庶民としてつつましく暮らしたい。自由への香りがするわ。レディ、クラークス様、逃げ道がないってはっきり分からせないといけないね。さあ、二人っきりで語り合おうじゃないか。はいはい、あんたたち二人とも相当こじらせてるわね。クラーク様は優しいお方だし、お前を心底好いてる。一度くらいしっかりと向き合ってみろ。レディへの思いは止めることができない。だからこれだけは許して。ダメ、どうしても自由が欲しいの。自由な君が好きなんだけど、自由な君を捕まえたいなんて、待っていてくれたんだね。会いたかったよ。よーしよしよしよし、よー、何なのこの状況、何なのあの人。怒った顔、真剣な顔、それから笑った顔、あの時からずっと変わってはいなかったんだね。あの時、君はもう立派なレディだ。だから結婚しよう。あの、近いです。